皆さんこんにちは、小林恵子です。今回のハーモニアス茅ヶ崎では、茅ヶ崎まるごとふるさと発見博物館をお届けします。さあ、今回散策するのがこちら松林地区になります。でここ松林公民館をスタートして散策するんですが、どんな発見があるのか楽しみですね。今回散策するのは国道1号と新湘南バイパスに挟まれた松林地区。この松林地区にはかつて茅ヶ崎村、鶴峰村と合併するまで松林村がありました。今回この松林地区を案内してくださるのは、おなじみまるごと博物館の会の皆さんです。こんにちは。こんにちは。どうも、まるごと博物館の会の加藤です。今日は一つよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。源と申します。よろしくお願いいたします。リポーターの小林です。いろいろ教えてください。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、今日はですね、どんなところをご案内いただけるんですか。はい、今日はですね、この松林地区の、この今大山道ですけども、この大山道の近くのですね、村役場の後へね、ご案内したいなというふうに思ってます。松林地区とは広いんですけれども、そのうちの、小和田の近くとか、それから菱沼、それから室田、こういうところをですね、中心にご紹介したいなというふうに思ってます。大山道、今通ってるこの道は、歴史的にはどういう、特に江戸時代にですね、大山信仰というのは非常に盛んになりましてね、でその中にもたくさんの大山道があるんですけども、その中で一番代表的な田村通り大山道って言いまして、藤沢のですね、四ツ谷というところから大山までつながってるんですよ。でちょうどこの松林村の昔のですね、真ん中をこう通ってましてね、標高1252メートルの大山は古くから庶民の山岳信仰の対象とされ、江戸時代には年間20万人もの人々が大山参りをしていたと記録されています。特に鳶や職人に人気があり、木立を神前に納め、改めて授けられた木立を呉服として持ち帰ったそうです。あれがですね、松林村役場跡の碑なんですよね。はい、あ、立派な碑が立ってますね。はい、この昔この土地にですね、村役場がありましてね、それをですね記念するために、ここの金指さんがですね、治世60周年記念を記念しましてですね、建てられた日なんですよね。かつてあった松林村の中心の地がこの大山道沿いにあったんですね。大切にしたい日です。今私たちが歩いているのが大山道ですよ ね、はい、ですね。こちらがですね、赤羽の神明狼って言いましてね、ここも村のここら辺の鎮守ですね。その前はこれが大山道が通ってましてですね、でご紹介したいのはね、この大きな欅と、そうですね、その欅の根元とですね、そこの溝のある間、これがここまでぐらいですね。ここまで、これがですね、昔の大山道の道幅だというふうに言われてるんですね。で、この幅ですか？それを証明するのは何かって、これがもう随分古いね、明治に建った長いもんですけども、この間がこう残ってますんで、それでこの道幅がこれぐらいであろうと。これがずっと大山でね。こっちに大山につながってるんですね。はいはい、この幅で馬や人が行き交っていた。人がね、どんどん行き交ったということですね。ということで、その頃の道幅が残ってる場所だというふうに言われてますね。そうですか。はい、結構狭いって思ったですよね。ね、はい、大山を目指すための大山道、実は主要なものだけでも8本あると言われています。この田村通り大山道、実は江ノ島へ向かうための道にもなっていたそうです。これは藤沢宿を描いた錦絵ですが、面白いことがわかります。鳥居の下には杖をつく盲人、
そして橋の上を見ると木立を担いだ職人風の人がいますね。大山へ向かうのでしょうか。実は大山詣を終えた旅人は藤沢宿から江ノ島へ足を運ぶことが当時流行の最先端だったそうです。あ、静かでいいですね。じゃあ続いてはどちらに、はい、これからですね、あの室田の八王子神社へ行きたいと思います。この八王子神社はですね、あの室田の鎮守様でね、見どころが2つあります、はい、これは後でちょっとまたね、あの近寄ってからあのご紹介したいと思いますけれども、はい、3人が向かっているのは室田八王子神社。何かを見ているようですね。これ龍と書いてありましてね、実はあの江戸から幕末からですね、明治にかけてね、大変有名なあの山岡鉄舟のね、あの書なんですよ。鉄舟の書を彫ったですね、この手洗石っていうのは茅ヶ崎がここ一つだけなんですね。これが一つの見どころなんですね。大きな見どころですね、はい、字を出しているというか。続いて向かったのは社殿です。ね、屋根のこれ入母屋造りになって唐破風付きでね、立派ですね。これだけ立派なですね建物ってのはそうたくさんね、ないんですよね。実はこれもですね、明治14年にこちらに来てますけれども、もともとはですね、あの一宮に日野家っていうのがありまして、ね、日野家っていうのがありましてですね、そこからこれ譲り受けたものなんですよ。そこの屋敷神が祀ってあったお堂をこちらにいただいてですね、これを明治14年にここに建てたということでね、これだけあの立派なですね建物っていうのは非常に少ないということで、江戸時代のですねいろんなところをこう残していると、三重の垂木とかですね、この軒とかですね、はい。ここはですね、長福寺といいまして、はい、この近在に88箇所の弘法大師さんの像がありましてね、それを巡れば四国88箇所を回ったと同じようなご利益があると。相模の国準四国88箇所の一つとして数えられている長福寺。弘法大師の石像は本堂の左のお堂に安置されています。こんなお地蔵さんも鎮座していますよ。こちらのお墓、4基ございます。そうですね、これは誰がなぜかと言いますね、御三家紀州尾張それから水戸とありますが、その中の紀州さんの継ぎ立て場と言いますかね、七里ごとに馬を養っていたり、それから人をやって、あの前の七里の人が来たらそこに留めて、まだ他のそこにいた人が持っていくというような形で継ぎ立て場、まあ、いわゆる東海道でいう宿場と同じような意味なんですけどね、そこに拠点になっていた人たちのお墓ということですね。長福寺の南側には江戸時代に建てられた庚申塔や道祖神が昔の趣のまま残されています。さて、今回の茅ヶ崎まるごとふるさと発見博物館、松林地区をご紹介していますが、松林公民館では2月17日から23日まで市内のある地域にフォーカスしてその魅力を再発見する新しい形のふるさと発見博物館、その第1弾お届けエコミュージアムが開催されました。お届けミュージアムということで、松林丸ごとふるさと発見博物館と名付けです。公民館を中心として展開する初めての記念すべきですね、企画展。今までは市の中心部で市全域をしてましたけども、この企画展では松林の魅力を歴史、自然、文化などさまざまな分野で掘り起こそうというもの。とても楽しい企画展になりました。私江ノ島道標のね、杉山県業さんの道標巡りをしたことがあったんですよ。で、今回この長押さんのことを知って、松林のこの地域にもそういう県業さんがいらっしゃったんだってことで、
もう今日はとっても詳しいお話で、もうちょっと感激したんですけど。もう本当今日はお散歩にはぴったりの、そうですね、日和ですね。いい天気になりましたね。はい、じゃあ次どこ行きますか。はい、そうですね、それじゃあ最後になりますが、はい、ここでまた八王子神社、また八王子神社、ね、あれ先ほどもありましたよね。ここはですね、菱沼村の鎮守さんで、はい、菱沼の八王子神社と言われてます。ここにはまあ、あの3つのことについてね、ちょっとお話ししてみたいなと思います。はい、その八王子っていうのは、あっちにもこっちにもあるんですか。ありますね。どういうことですか。これですね、あの古事記や日本書紀で出てますんですが、はい、その中の王子様が5人の王子様と、それから3人の王子様、はい、合計8人の王子様たちをまと、あの祀った神社ということで八王子神社ということですね。由来があるんですね。です、じゃあここにはその8人の神様、八柱といいますかね、そういうことで祀られております。はい、見どころがあるとおっしゃってました。そうですね、まず、はい、ちょっとご挨拶しましょう。はい、まず一つ目はですね、はい、お正月にですね、いつもこちらですねこちらに大きな絵馬が毎年お正月に、その年の字が書かれて、そうですね、4メートル四方ぐらいの、今年は犬があったわけですね。そうですね、犬という字が書かれて、それにまあ、ここの地元の人たちの名前が入っているということですね。それから2番目がこちら見ていただきますと、はい、これは大きな立派なタブの木ですね。木です、タブ、こちらタブの木です。この立派なタブの木は地域のシンボルとなっています。3つ目は、はい、この狛犬を見ていただきましょうかね。狛犬、狛犬両サイド、両サイドに、こちらが口を開けているあ、こちらが口をつぐんでいるうん、あ、うんの呼吸という方剣って書いてありますね。立てまつるという字に剣上の剣ですね。これも結構年代を感じる。そうですね、これも寄進した方が江戸時代の方で、長堀剣業っていう人ですね。長堀剣業、はい、剣業とは盲人の役職の最高位の名称で、さまざまな特権が与えられていたそうです。その長堀剣業さんが、こちらに寄進したと。それなぜかと言いますとね、その奥様がこの茅ヶ崎のこちらの地元の出身の方だということをついてこうやっていただいたと、寄進していただいたということですね。このそういう、こう由緒ある、由緒ある狛犬、ね、そうですね。それであちらが本殿という形で、そしてこちらが社殿、風格がありますね。またここに龍がおられてます、うん、先ほどの八王子神社にも龍がありましたんですけどね。ちょっと目が合うようなそうなんですよ、どこ行ってもこっちを見てるというちょっと見られてるような気がしますね。もう今日本当に楽しい散策になりました。加藤さん、源さん、どうもありがとうございました。お疲れ様でした。さあ、皆さんいかがでしたでしょうか。今回の茅ヶ崎まるごとふるさと発見博物館、茅ヶ崎市をですね、屋根のない一つの全体として博物館と見立てまして、自然ですとか歴史、あと文化や芸術を感じることができます。皆さんもこれからの季節、本当に散策にはぴったりの季節になりますので、お出かけになってみてはいかがでしょうか。さあ、今回はここまでです。次回はあなたの地域にお邪魔するかもしれませんよ。